メゾンエーグルカフェロンロンオープンです。いや、なんか本当に新感覚ですよね。スイーツが流れてくるっていうのがすごい楽しみなのと、本当に美味しそうですごい来たいなと思いました。今のこう高校生とかはインスタ映えだったりとか、やっぱ結構内装とかも見るので、すごくなんかそういう写真撮るのにもいいですし、あのスイーツも食べてほしいですね。はい、旅に出たいですどっか行きたいです。旅に、はい、ちなみにどこか行ってみたいな国とかは？なんか海外行けたらすごくいいですけど、私沖縄がすごい好きで、でもこの時期の沖縄はすごい暑いじゃないですか。でも私日焼けとかすごい好きなんで、でもお仕事上日焼けするなって言われてるんで日焼けできないですけど、あったかいところ好きです。私スタイル悪いかなんとも言えないんですけど。いやそんなことないですか。あ、でもなんか走るの好きで、あと歩くの好きなんで、めちゃめちゃ歩いたり走ったりジム行ったりしてます。走ったり歩いたりってどれぐらいの距離走ったり歩いたりするんですか？1時間ぐらいです。1時間はい走る。でも走ります。でも今は暑いので、ジムだと中涼しいじゃないですか。だからちょっと甘えてジムの中で走ってるんですけど、でもやっぱり外で走った方が多分汗とかも出るし、2、30分走っただけで結構汗かくから、外の方がいいだろうなって思ってます。声かけられないんですよね。オーラないんですすいませんすごい自分がのやりたいことだったらすごくいいなと思いますね。はい。その、まあ、2年休まれてたみたいなんですけども、はいはいはい、なんかその間とか特に交流とかないですね。はい。AKB の時とかも特にあんまり そうですあんまり。あ、でも選抜で一緒だった時は話すぐらいで、そんなにあれでしたね。